YouTube をグッズマイチャンネル、皆さんこんにちは、柳瀬アビーです。今日はですね、双子玉川双子玉川に来てます。はい、今日はですね、超久しぶりに美容院に行ってくるんだけど、見てめっちゃプリンがひどいんですよ。まだね、あのインナーカラーだからごまかせてたんですけど、そろそろやばいなと思って、で今日はちょっとね、切りに行くんですけど、初めての場所です。あー、緊張する。ちょっとね、ニーナちゃんの紹介でちょっとある美容院に今から行くんだけど、どんな感じになるのかちょっとね、お見せしたいと思います。それではやっていきましょい。双子玉川を降りるの初めてなんですよ。名前は知ってたんですけど、来たことが一度もなくて、何が有名なんだろうと思って双子玉川観光ってググったら、公園がすごく多いんだね。なんか結構ね、すごい素敵な公園があったんで、体力があれば行きます。多分行かないと思うけど。にしても暑いな、長袖着ちゃったよ昨日まではね、雨とかで涼しかったんだけどな。てかそろそろ着くはずなんだけど、どこだ？どこだ？シードデスティニー、はいはい、あのアスランが乗ってたインフィニットジャスティスガンダムっていうのがあるんですけど、はい、それのリアルグレードかな、買ったんですよ。すごい、いきなりリアルグレードいっちゃったね。リアルグレードって僕それまで知らなくて、買ってみたらなんかもうパーツすっごい細かいじゃないですか、はい、細かすぎて何これと思ってあのパックも乗っております。わかります、わかりますよ。あそこで諦めました。早い早い。今流行りの髪型ってあるんですか？流行りですか、今流行りはミニボブ。ミニボブ、って言って、いやボブって大体ここら辺を想像するんですけど、はい、まあ、大体アゴライン、本当に短いで、キリッパです。基本的に今流行りはもう全部キリッパですね。あ、知らなかった、全く流行り分からずにウッフやってたからまあでもウルフは流行ってました。あ、そうなんだ。2年ぐらいですね。おっと、こういつもでエッジは聞かせるかもしれないですけど。はい、いいですか？大丈夫です。何でも大丈夫です。昔キーめっちゃ刺されたことあるんで。え、映ってもいいですよ、もちろんです。ありがとうございます。ありがとうございます。またはい、ぜひよろしく、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけで改めてじゃじゃーん、イメチェン完了です。はい、なんていうかクラゲちゃんっぽくしてもらいました。これね、だからよいしょ、後ろにするとボブっぽくなるし、前に出すとロングになるっていう一石二鳥です。超いい、かわいい。ちょっとね、あの私が染めた緑の部分がすごい邪魔をして、この辺がね若干緑がかってるんですけど、
可愛くしていただけてハッピーハッピーです。じゃあ今日はねたくさん写真も撮ってもらえたから、まあ、データいただいたらちょっとインスタの方に更新しようかなと思ってます。というわけで本日の動画はここまでにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それではSee you next time. Bye.